はい、本日はですね、皆さん後ろ見てくださいよ。見てるところどこですか。今日ね、ゲストを来てもらってます。今日どこに来てますか。今日は博多の屋台に来ております、はいはい。自己紹介お願いします。中竹あきつ。ほんまにお前チャンピオンか。なんかビビってるんじゃん。チャンピオン、はい、ボクシングの、ね、全国のチャンピオンなんでございます。今日ね、チャンピオンと2人でね、うちの屋台長瀬屋台に案内したいと思うんでございますけども、今日は初めてやね。そうなんですよ。なんか奥の方で一回ぼったくられたことがあって、でも、ね、今なくなってちゃんとした、料金で美味しい屋台があるということで、今から行きたいと思います。何食いたい。やっぱラーメンとか。ラーメンやんな、はい、豚骨ラーメンやんな。豚骨ラーメン。北九州でおすすめの豚骨ラーメンはどこなん。考えてるの。知らん。あ、知らん。そうか、妥当なラインやな。好きで。あ、でもこいい感じやんな、はい、めっちゃ腹減ったな。他何食いたい。お肉系とか。肉とかあるの。そもそもあると思います。なんかイメージとして俺ラーメンとかのイメージしかなくて、だっておでんもあるけども肉はないんちゃう。さすがに肉はないかな。ということで、僕とアキトはですね、このお店、ヒデちゃん牛タン焼き鳥明太子、このお店に入りたいと思うのでございます。行きましょうか、はい。で、アキトは頼んだでしょ。僕は牛さがり。牛さがり。牛さがり。あと牛さがり。おかわり。いっぱい。はい。牛さがりこんな感じになってます。これはいい。で、明太子、焼きラーメンとかですね。で、あとはまあ、地料理であったり、牛すじ。こんな感じの製品になっております。いや、雰囲気めっちゃいいな。こんな感じで。はい。はい、作ってますよ。こんな感じなんですよ、中。来ました。まず1品目、すくんできました。お腹空いてるんじゃん。いやいやいや、チャンピオン、ちょっと早ない。リアクション、うまい。うすやん、もうめっちゃ食べたいな。どう、チャンピオン、どうすか。餃子来ましたよ。肉汁ぎゅじゅわー、とても美味しいです。ほんま、はい。餃子来ました。餃子これ絶対うまいんじゃん。こんなにうまい久しぶり食べたな、これ。めちゃくちゃうまい。明太子行きたいと思います。なんかもう立ち飲みになりすぎて立ち飲みが落ち着く。うまい、うまい、うまっ、おいしい。餃子行きたいと思います。うまっ、餃子行きます。うん、あっ、あっ、あっと餃子食べる。何が？山芋入っとるちゃうかな。ニンニクいける？大丈夫？どうですか？チャンピオン。めちゃくちゃうまい、これ。肉汁が。やばいよな、肉汁が。全体に広がってニンニクの旨味。はい。屋台なのにステーキ来ました。はい。どうぞどうぞ。この串はどうしたらいいの。お肉好きなんですよ、この男、チャンピオン。うーん、何で美味しい。やわらかい。ほんま最高だ。どうすか、100点満点中何点ですか。100点です。おー、ということで、ね、僕も行きたいと思います。行きたいと思います。これ牛タンやから食べていい。あっちゃん、うまい、うまい、めっちゃうまい。2人分これ何や。私も牛タン頼んだけど、うん、おいしい、おいしい、食べて食べて、うまいね。あっちゃん、どうした。めっちゃうまい、うまい、めちゃくちゃおいしいっす。やっぱね、この雰囲気で食べるのもいいっすよね。はい、ラッキーだらけ。あ、こっち、あ、そっちも頼んだ。
彼が100年間やってるんで、うん、なんかと思うよパンが食べたかっただけやん。僕はね、減量中で食べなかったんですけども、どうでしたか？美味しかったです。何が一番良かった？やっぱりラーメンかな。あーラーメン、ラーメン。あっちゃんは？いや僕牛タンとか。牛タンうまかったよね。肉がめっちゃうまかった。マジで肉が美味しかったね。たまに食っとったっすよ。いやいや俺めっちゃ食いやがった。もう再来週試合やからなんかかわいそうやな、なんかな、なんやねん。俺2人がお腹いっぱい食えたもんな。俺とアキトなのに、なんかあっちゃんとアキトみたいなっていう。最後しょうがないですね、これ。点数つけたら何点ですか？100点です。オランジュ君100点僕の代わりに食べてもらってありました。ございました。それではせーの、せーの、おっ